今日は2001年の9月の19日ですね。結構ちょっと蒸し暑いなという感じで、まあ涼しいんですけど暖かいっていう感じで、まあこれぐらいだったらね、非常に過ごしやすいことは過ごしやすいですけれど、ちょっと蒸し暑い感覚はまだありますね。今日は朝 DM が一応昨日で大体仕上げてしまって、今日DM の詰め合わせを、今していただいているところなんですけど、僕自身はちょっと今配達とか回ってるので出てしまったんですけど、ちょっとこう DM が終わるとね、ダイレクトメールが終わるとホッとするという感じがいつもありますね。また次1ヶ月なんか結構すぐサイクルが早くて、また次っていう感じでね、ありますけれども、その中でも三分子琴葉の泉っていう手書きのこうやつが226、20何号までいってるんですけれども、226号ですかね今回ね。で毎回冒頭に三分子を書いてる、適当に、適当にっていうか書いてるんですけれども、それも結構数がこう溜まってきたなっていうところで、なんかいつかこうまとめたいなっていう気もするんですけど、まとめるというのかデータベースにこうしてしまって、何かこうデジタルというのか冊子みたいな感じにしてもいいなという気がしますけど、出来はともかくですね、僕たちのその結婚式の時にその三分子の刺繍を2冊作って、それを来てくれた方に持って帰ってもらうっていうねことをしたことがあるんですけど、よくそんなことが大それたことができたなと、その時は今思うとね思いますけれども、そういうのがありまして、で話はまた変わるんですけれども、メルマガで預言者の預言者というのか釈迦、お釈迦様のことをね少し書いたんですけど、釈迦、お釈迦様、見ていくと非常に興味深いというかね、2500年前に現れた人物で、約2000年前にはイエス・キリストが現れていると。でそのイエス・キリストと釈迦の生涯を見ていくと、非常にこう似通った部分があるんですよね。だからこれは非常にいろんなところで指摘はされてますけれども、両者の関係は、言ってみればあるということでしょうね。で、通常ね、釈迦が先に出てますから、釈迦のその生涯を、こう真似てというのか、エピソードとかそういうようなものを取り上げてイエス・キリストのエピソードにくっつけたんじゃないかというのが、一般的な解釈ですよね。そう言われてるのは確かなんですけれども、でも実際は真逆なんですよね。そうではなくて、釈迦はですね、余計なんですよ、雛形なんですよね。その雛形を作って、後のイエス・キリストが出てくる余計を作った人物というふうに言えるみたいですね、どうも。だから、釈迦は預言者であったっていうことになるんですよ。それは絶対神からの啓示を受けている預言者であると。だからこそそのイエス・キリスト、後に登場するイエス・キリストの雛形を演じた人物だというふうに言えるんですよね。釈迦のお母さん、母親も何かこう、突如身ごもったりしてますし、で、40日間の断食を経験している、これもイエス・キリストと同じですよね。とか、そういうのがいろいろ似通ったのをこう調べていくと非常に似てる。でそれは関連があるっていうことになるわけです。だから釈迦が初めに出てるので、釈迦のエピソード、そういったものを真似してイエス・キリストが、それをね取り入れたんじゃないかっていう見方ができるんですけど、さっき言ったように全く真逆の話で、釈迦は、その演じたということですよね。雛形を演じた人物だということなんですね。で間違いなく、その絶対神からの啓示を受けていたということにもつながっていくわけです。
で預言者ですよね。預言者っていうのはなろうと思ってなれるものではないんですよね。こちらが求めて、その預言者の資格を得られるかっていうと得られないんですよね。必ず天から選ばれる存在なんですよね。だから授けられるっていうことです、奥義を。でその奥義を授けられたのが、釈迦だということになるわけです。だから釈迦は悟りを開いたっていうふうに言われてるわけですよね。まあ、仏教の経典とか見てても非常にこう、僕も全部見たわけではもちろんないんですけれども、膨大な経典があって、まあ、それはあの釈迦の弟子たちが、こう書いていったものになるので、その解釈が違っていたりする部分もあるんですけども、ただあのいろんなところを見てると、こう生まれてくる前のその状態、第1週目、第2週目、第3週目とか全部こう、その体内でどういうことが起きているのかっていうこともその 仏教の経典には書かれているわけです。だから当然その時代、顕微鏡とか何かこう内視鏡とかがあったわけではないんですけれども、そういったことが全てつぶさに書かれていると。でしかもそれが現代科学と合致するような内容になってるんですよね。って考えたら、まあ、非常にすごいですよね。その2500年前っていうと紀元前5世紀ぐらいになるんですよね。だからその頃から、もうすでに全てを、この宇宙の全ての断りを、授かったということが言えるんじゃないかなって思うんですよね。で、ブラフマーっていうね、まあ、梵天、仏教では梵天って言いますけども、ブラフマーから、授かった、釈迦は英知を授かったと。まあ、悟った時に出てきたって言われてるんですけれども、釈迦が悟ったというよりは多分、これは僕の推測ですけれども、その絶対心から啓示を受けたっていうことですよね。だから全て悟ったわけです。だから、そういうふうにして、絶対心からの啓示、まあ、予言というのか、それを受けているはずなんですよね。でそれを表して、まあ、仏典とかに今それが残っているわけです。ですからあの、まあ、そうやって見ていくと非常に面白いですし、で釈迦自身もですね、あの見ていくと、まあ、非常に興味深いというのか、釈迦っていうのはそのルーツ、釈迦族ですかっていうのをたどっていくと、まあ、アーリア人とか、まあ、そっちの系統、まあ、遊牧民族の方に、行くんですよね。だからどんどん西方へとこう、遡っていくことができて、行き着くところは古代イスラエルになるんですよね。だから、釈迦族っていうのは実は古代イスラエル、もっと言うと失われたイスラエルの十子族の、生き残りというのか、失われた十子族っていうのはもともと、まあ、あの今はないというふうに言われてますけども、まあ、実際はいたわけです。実際はいて、そして失われた十子族っていうのは全国各地に、まあ、全国というか全世界に、散らばっていったわけですけれども、その一つが釈迦族になって、釈迦が生み出されたというふうに見ることができるんですよね。でそう考えたら、そのユダヤ教とか、キリスト教とか、そしてイスラム教、仏教、全ては、一つにつながってくると、まあ、ヒンズー教もそうですよね。で日本の神道、まあ、そういったものが全てですね、あの元は一緒なんですよ。考え方とか、教義の、奥義とか見ていくと全て行き着くところってあるんですよね。っていうか共通する部分が、あるんですよ。でそれは、まあ、3っていう数字もそうですし、まあ、いろんなこう断り、宇宙の断り、その、奥義っていうのがですね、全部、元は一緒なんですよね。だからそれを見ていくと、別に宗教っていうのは批判するものでもないし、その、まあ、教義がね、いろいろこう細分化して同じ宗派、同じキリスト教でもいろんなこう争いが出てしまってますけれど、まあ、そういう意味であのそういう宗派の争いとかは、ね、本当にあの意味がないというのか、あまり意味がない。元をたどっていけば元の教えっていうのは一つなわけですから、それがいろいろ解釈が間違って伝えたり、違う解釈に受け取って教義を広げていったりしてるだけであって、元々の、根本っていうのは一緒なんですよね。だから仏教でも、仏教もたど、まあ、っていけばお釈迦さんの、元の教えに、修練されるわけです。でその仏教でさえももっとたどっていけばユダヤ教とか、そのイスラム教とか、まあ、そういったものとも、同じく、してるわけです、根本的には。まあそういうことを見ていくとですね、俯瞰的に見ると、一緒だなと、一緒だなっていうか、まあ、元はあの一つだなということが、見えてくるわけですよね。だからそれぞれに学ぶべきことはあると思いますし、
どれが悪いどれがいいではないわけですよね、ということでね、まあちょっと話がグダグダになってしまいましたけれども、まあ釈迦という人物っていうのは非常に興味深いですし、間違いなくその預言者の一人であったということが言えるんではないかなっていうふうに思います。今回は以上になります。ありがとうございます。